6月の17日、今日は木曜日ですね。はい、長瀞のね、宝刀山のところの鳥居のところ行きました。これ240号線ですね。まっすぐ行くと秩父方面。左の方が深谷、花園方面ですか。長瀞の駅前の信号ですね、これね。宝刀山の方の神社の方へね、歩いてみたいと思います。はい。標識がこんなふうになってますね。左、萩長瀞。長瀞駅ですね。宝刀山の神社。神社の方へね、ちょっと行ってみたいと思いますよ。はい、23度くらいですかね、今ね、外気温がね、だいぶ涼しいです。長瀞船下りですね。はい、船が向こうの方にね、見えてますけどもね、長瀞船下りの案内状なんてね、書いてありますけども、臨時休業ですね。平日だからね、あれ運ぶね、下ったら今度はトラックで持ってくるんですよね。はい、そんな感じですけどもね、はい、民宿、柳屋さんなんてね、はい、向こうの左の方にね、ありますけども、はい、それで、秩父館なんてね、バスが、うわ、同じ看板ですね、これはね、はい、こんな感じですね、諏訪湖たい焼きなんてね、ありますけどね。はい、ここも今日はお休みなんでしょうかね。定休日って書いてあるね。木曜日が定休日なんだね。まあね、あの土日があれでしょうからね、書き入れでしょうからね。はい、クリエンなんてね、書いてありますね。はい、両端にはね、両端でもねんか、左側の方はね、桜がもう終わっちゃったけどね、桜の木がいっぱいね、ぐっと咲いてます。咲いてはいないけどね、葉っぱだらけですけどね。はい、そんな感じで、はい、登ってってますね、今ね。それでここは何だろう、ちょっと分かんないですね。ここはね、閉まってる、やっぱり定休日だからなんかね、はい、木の下なんてね、なんか石屋さんかな、名石店、はい、こんな感じですね。アクセサリー、古いものヤスリ堂なんてねありますね。アクセサリー、水晶なんてね、天然石、石屋、ね、長瀞の猿劇場なんてありますね。だいぶもう古い建物ですけども、今日は猿回しがなんかいるんでしょうかね。こんなんでね、ここは土日祝日だけだね。そうですね。はい、これでまっすぐ上がっていってますね。左側、てか右側か、自分が歩いてるとこはね、松があって、左の方が桜って感じですね。はい、それで、さらに、ツツジがまだ咲いてますね。これ、サツキってんでしょうかね。こんな感じですね。はい、まだ咲いてますよ。はい、それで、なんかね、これはレストランかなんかかななんてね、思ってますけどね。はい、結構ね、神社まであるみたいですね。旧荒池住宅なんてね、長瀞町郷の資料館になってね、向こう側にね、ありますね。はい、それで、
陶芸体験工房なんてね、ここですか、これね、ありますね。ここはそうなんかななんてね、ここですね。はい、あれね、駐車場あちこちねありますけどね、まっすぐ前の方があるのかな、コーヒー屋さんかななんてね、山の草でね、山荘なんてね、はい、ありますね。そんな感じでモザイクタイルなんてね、ありましたね。はい、それで宝登山神社なんてね書いてありますね。これうどん屋さん、蕎麦屋さんなんでしょうかね。通り抜け桜って書いてあるのかな。宝登山神社って、ね、書いてありますね。こんな感じでございますけどね。宝登山が 0.1 キロだから、100メーターか。神社100メーターですね。はい。ここは駐車場になってますね。向こうはやっぱり蕎麦屋さんかなんか左の方がね、あるみたいですね。はい。やっぱりの、登ってきてますけどね。若干坂になってますね。はい。歩いてる人もね、散歩してる人も車道を歩ってますね。はい、それなんでね、もう少しですね。涼しいですね。でもね、昨日も一昨日も雨だったんですけどね、今日も佐野の方は雨みたいですね。神社のとこまで行きましょう。そんなですね。はい、あ、ロープウェイがね、宝登山の方がねあるんですね。ここちょっと見ましょうか。はい、宝登山神社、こんな感じですね。ロープ左、駐車場右が神社ですね。ちょっと神社の方までちょっと行ってみましょう。一方通行になっててね。はい、神社駐車場なってますって書いてあるんですね。こんな感じですね。あ、ここは車が通る特段でしょうけどね、特段もそこにありますね。ここ上がってきたの初めてですね。73にもなって初めてですね。こっちまで上がってきた鳥居のとこはね、いつも通るんだけどね、毎月のようにね。今日はこ、あ、車あそこまででね、あ、駐車場ここにね、あ、帰るんだ、また市ヶ原なんだね。一方通行だからね。はい、もうやってないですね、開店もね。ここが駐車場になっててね、バス、団体バスなんて書いてありますね。あ、ここにも鳥居がねありますけどね。
宝のあれですね、やっぱり宝宝山だからね。はい、こんな感じですね。はい、鳥居から来て鳥居で終わりました。はい、今日はこんな感じでね、長瀞の宝登山のね神社の方に行きました。はい、これで終わります。ありがとうございます。